ちょっとリリーのイメージが変わるような戦い方ですね。うん、リリーって結構あの危ない橋を渡って策をかけなきゃいけないイメージなんですけど、なっちゃんはかなり安定していますね。そうですね、ちょっとイメージ変わるよね、はい、うん、その横移動、様子見と攻めるその切り替えのバランスが、そうですね、緩急がすごい非常にいいですね。これで壊され屋は大将の登場。出てくるのはアミーゴの陣。リリー対陣、ステージはどうやら壁がなさそうな音が聞こえてきている、はい、選ばれたのは無限ステージ。アミーゴはここから3盾が必要。この組み合わせどうでしょうか。リリー対ジン、でも壁なしステージだった場合はやはり多分ジンに分があると思いますね。壁がリリーはかなり火力が高いキャラクターなので、相打ちキーシザースからのワンオイチ中華距離、背後から出演して大ダメージ。なっちゃんがレイジだぞ。よく打った。ここもいい跳ね置きですね。今受け身に合わせて攻めから2択をなっちゃん攻めた、移行したんですけど冷静でしたね。アミーゴ見つけて有利を取って攻めていくのはアミーゴ。下段からもう一度、いいところでなっちゃんの綱あたりに対して綱を切り落とすようなライティングトーピック。しかしこちらもめちゃくちゃ減るぞ。これは最大ダメージ、これは減る。うわダブルアップ。しかしここはアミーゴ冷静、冷静ですね。もったいないね。あそこは下段がまあほぼ確定なんですけど、はい、あえて中段ですよね。とどめをさせる選択肢にいきました。アルティメットタックル抜けて入れ替えてビンタを見合わせていく。飛んでいる。アミーゴのライジングトキック非常にいいところで出ている。これでなっちゃんがレイジ状態。どうする。ワンツーで削り取って大将の意地を見せてきました。小足や白大将アミーゴ。これで中堅大将対決。相性とかもあるのかな、やっぱね、プレイヤーのね。そうです、2試合分アミーゴの場合は試合が見れているので、はいはいはい、そこで多分対策ができたのかなと思いますね。なるほどね、まあ、団体戦ならではですよね、はい、壁なしっていうのも一つポイントになりましたね、はい、今の試合は。 そうですね、うん、そしてさあ対するはオブルール中堅の登場。どちらが出てくるんでしょうか。アイマスキッタン、アイマスピー、アイマスピー、アイマスピー界最強の鉄拳プレイヤーですね。さあこれはカスタマイズにもご注目ですかね。アスカ VS ジンはどちらも置き技が非常に強力なキャラクター同士なので、うん、中間距離が鍵を握る試合になると思います。中間距離センスが重要になってくる感じですね、はい、ワンピガーアミーゴ大将のジンと、そしてツーピガーはオンプルールの中堅アイマスキッタンのアスカ。古参のアスカ使いでありつつ古参のアイマスピーでもある。カスタマイズにも要注目。予選の時と目つきが違いますね。そうですね、目つき全然違いますね。今気合が入ってます。選ばれたのは中東ステージですね、まあ、スタンダードな、はい、さあやはりこのしっかりしている会場から笑いが開幕。アイマスキッタンが細かくいくが、おっと龍射撃に対してしっかりしている。会社に対して両パンダが通していくのはアミーゴ。マイケルから下段2択に行ってこれは大手で回避していく。さあアイマスキッタンの残り打力4割強といったところ、どのようにやーってカウンター。さあここ開かない打力になってきたぞ。
アドリブコンボで運んでくる。これはミスになって4番投げ抜けている。アイマスキッタンはレイン状態。カウンターフジットからの置き攻め、どうなる。踏みつけてトッパゴール。うわー、すげー、すごい受け流し、バッチさばきですね。かっこいい、すげー、かっこいい。しかもジャブジャブなんかに対しての2発目とかに割り込めるんで、いい打ち方しましたね。アミーゴは逆転勝利で1ラウンド目の選手。龍射源に対してのこの前蹴りでの対策しっかりしている。そして崩しもきっちり、アミーゴに流れありか。2発目出し切り、これに反撃水場所置き攻め。2発目受け流しに対して気をつくように、おっと踏み切りガードになる。どうなる、うーどうだ、先を二択部分が2回ありましたね。今アイマスキッタンとしても先ほどのあのさばきがあるんで、はい、様子を見ていたのがちょっと。しかし最後は勇気振り絞ってきました。これでほぼ五分の状況、有利を取ってアミーゴが攻めてくる。アイマスキッタン、おっ側面からになった。アイマスキッタンとしては助かった。ここからどうする、ワカツ、ヤカツ。アミーゴ大将の意地を見せつけていく。前蹴りしっかりしています。これはちょっと距離が悪かったか、空振りになる。揺れ取って、そうですね、前蹴りがめんどくさい。フジット、うまい、うますぎる。アドリブコンボ運んでジャブからのこのダメージ中段、これはガードになって、なんだジャンプになったが、わざとかな。壁に追い詰められているのはアイマスキッタン。これは横移動で軸をずらしていきますね。壁から脱出する。しかし、あっと反撃。アイマスキッタンがレイジ。カウンター。これは強くて。強いね。いやー、こうなるか。やはりシーソーゲーム。強いね。アミーゴ強し。これで大将対決。いや、あのアスカも。強いんですよね。いや強いですよ、全然強いですよ、はい、あれ僕前大会で負けたことありますもん。おお、いや本当ノビの言った通り取って取られてそうなるんですよね、うん、やっぱもう本当実力はもう均衡してますね。そうですね、泣いても笑っても対象対決。ここでオンプルール大将のユウくんのブライアンが登場。まあ、ユウ音符って名前で、はい、結構有名ですよね。さあユウくんも予選では6連勝して相当爆発しましたから、マジですか、はい、お互いにかなり、まあ、動けている者同士のこの対決、はい、ブライアン対ジン。ステージ選択権はユウくんにあるので、まあ、ブライアン側が有利なステージを、まあ、自分の好きなステージで戦います。準決勝第1試合大将戦、選ばれたのはバルコニーブレイクのある狭めのステージ。まずはユウくんが何回スラッシュするんだと。そうなんですよね、ジンは受け流しがあるので、まあ、ああいったちょっと馳せの遅くて有利になる技はちょっと使いにくいはずなんですが、試す形でユウくんが攻めてくる。よくガードしている。スクリューからこれはカメラでいく。ガートリングコンビネーション、補正を切ってこのダメージ。まず1ラウンド目はユウくんが先取。マハティックはしっかりとガード。さあ胴抜き、アルティメットタックルになって稼いでいく。マハティックはガードになる。こちらもしっかりガード。アミーゴが、あ、位置が入れがある。これはちょっと、おっと、あ、軸もずれて、アミーゴが攻めていく。手堅い、手堅い。これで 1-1。だからこれはカウンター人になっている。うまいな、運んでいく。これはギリギリ壁に届かない、飛んでいる。決断のフライングヒルからの空中コンボ、相打ちになる。
ああ今ユウくん完璧に読んでいたんじゃないでしょうか。すごいですね。ユウくんが前に出るところに置いておいたつもりの最速右回し突き、ユウくんには完璧に読めていたか。ジェットアップは何にして、まずユウくんがリーチ。冷静すぎる。そして鎌でギリギリいかず、しかし起き攻め、ハチェットから暴れているのはアミゴ。投げ抜けられず、これはあるぞ、あるぞ、起き攻めロスレッジ、取り返して大したもんだ。すごい展開。いい試合だ。最終対決決定戦、勝った方が決勝戦へ。投げはしゃがんでいる。攻めてくるのはアミーゴ、空中ヒット。プレッシャー、しゃがんでバンカーキック、おっとミスになる。しかしハイキック、ここから壁コンボ。ユウくんの残りタイルとわずかあった。これは決めた、逆三立て。さあ追い込まれてからの逆三立て、素晴らしい、素晴らしい。勝ったのは壊されやチーム、お見事、おめでとうございます。準決勝第1試合は壊されやチームの勝利です。3位決定戦の後に決勝戦を行っていきたいと思います。